んにちは、千春です。ご視聴ありがとうございます。今私は運転中です。まあ見ればわかると思うんですけど、車の中からお送りしております。なんか運転しながら喋る動画って時々あると思うんですけど、私結構それ好きで、いつか撮ってみたいなって思ってたんですけど、あまり外出の機会が最近ないので、なかなか撮れずに、で今日やっと撮れました。私にとっては念願かなっての動画っていう感じです。今日の動画メインはこうやって運転しながら喋っているところを撮りたいなって思ったんですけど、今日の一日みたいな感じでお昼の様子も少しだけ動画撮ったんですけど、今日のお昼は動画の編集をねしてました。おそらくこの動画の少し前に上がっていると思うんですけど、楽天で買ったコスメみたいなやつの編集をして過ごしました。あとおやつにイチゴを食べて、で2時間ぐらいお昼寝をしました。なんか妊娠してからめちゃくちゃやっぱ眠たくって、昼間眠くて毎日お昼寝はしていますね。で起きて軽くお化粧して今って感じです。まあお化粧って言ってもパウダー顔面にポンポンポンってして、眉毛描いてアイシャドウ一色だけ塗って、でマスカラ塗って終わりっていう感じの、もう2分でできるような超最低限、ちょっとそこまで行くだけでしかこの顔面じゃいけませんよ顔面みたいな感じのメイクを、最低限のメイクをして今っていう感じです。今どこに向かっているかというと、私は産婦人科に向かっています。今日は妊婦検診です。今私は妊娠34週で、34週の最終日なので明日から35週に入ります。なので来週にはもう臨月に入るんですけど、お腹もすごく大きくなって毎日胎動を感じながら赤ちゃんと一緒に過ごしております。今私は2週間に1回のペースで、検診、お医者さんに見てもらっているところです。でももう別にね、私は全く体の不調とかもないし、なんか胎動もしっかり感じているし、不安は正直全然ないので、おそらく順調だと思うんですけど、先生に順調って言われて安心できたらなと思っております。でですね、赤ちゃんが、ご注意ください、はい、踏切です。で赤ちゃんがね、私のお腹の中の赤ちゃんがなんか全然顔を見せてくれないんですよね、エコーで。もういつもだいたい私のお尻の方を向いてることがすごく多くて、エコーで映しても後頭部しか、後ろの後頭部しか見えなくって、全然お顔が見えないことが多いです。あとせっかく前を向いてくれている時も、ちょっと今信号停車したんですけど、せっかく前を向いてくれている時も両手でなんかこんなして顔を一生懸命隠して全然見せてくれなかった時もありました。なんかもうそんな恥ずかしいかっていうぐらい、もう一生懸命両手でこうやってこうやって隠してましたね。あと前回はなんか首痛くないのかなって心配になるぐらい、ぐーっと上を向いて顎を突き出すような感じでぐーって上を向いて、全然お顔が見えなくて、こう顎の先しか見えなかったりとかして、なんか本当にタイミングが悪いのか、赤ちゃんが恥ずかしがり屋なのかわかんないんですけど、3ヶ月ぐらい顔を見れてないので、今日お顔見せてくれたらいいなと思っています。はい、産婦人科着きました。今日はお顔ちゃんと見せてくれるんでしょうか。じゃあ行ってきます。また後で撮りますね。検診終わりました。もう暗くなっちゃったんですけど、お家に帰りたいと思います。結局ですね、今日も赤ちゃんお顔見せてくれませんでした。もうね、そんなもったいぶるかっていうぐらい全然見せてくれないですね。最後に見たのが妊娠6ヶ月ぐらいの時に見たのがね最後ですね。その時はなんかこんなしてぶりっこポーズみたいな、なんか可愛いポーズをしてる赤ちゃんのお顔見たのがもう最後。そっから3ヶ月くらい見てないです。残念。でも赤ちゃんすごい
で、もうね今34週なんですけど、重さがもう 2500g あるって言われました。ちょっと大きめって言われました。でも別にその大きいから問題があるとかいう話は全然なくって、ちょっと大きめですねぐらいの感じだったので何も心配することはなさそうです。ただなんか大きいと産む時にすごい大変っていう話も聞くので、ちょっとビビってますけど、まあ、頑張りたいと思います。本当に検診のたびに成長してるのですごい感動しています。私里帰り出産なので、今はもう里帰り先の実家のある福岡にいて、今日も福岡の病院に行ったんですけど、妊娠30週ぐらいまではあの東京の病院でお世話になってたんですね。なのでこのお腹の赤ちゃんに関して2カ所の病院であの見てもらってることになるんですけど、その先生がもう全然タイプが違って、なんか面白いんですよね。東京の先生は30代か40代の女性の先生なんですけど、本当にね優しくてお姉さんみたいな感じで、一緒にエコーで赤ちゃん見ながら、うわー可愛いねーとか、動いてるねーとか、こんなのいつまででも見てられるねーとか言って、一緒にこう成長を喜んでくれているような感じなんですよ。一日に何人もエコーで赤ちゃん見てるはずなのに、私と同じくらいの熱量で可愛がってくれているというか、それがすっごく嬉しくって、里帰り先に帰る最後の東京での検診の時、もう先生に会えないと思ったら悲しくて泣きそうになるぐらい大好きな先生でした。福岡の先生もねすっごいいい先生で大好きなんですけど、必要のない話は一切しないタイプっていう感じで、50代くらいの男性の先生なんですが、めちゃくちゃ詳しくお腹の中の様子を教えてくれるんですよね。これが胎盤で、へその緒で、静脈がなんとかかんとかとか、あの羊水の話とかすごい詳しく本当に丁寧にあのいろいろ教えてくれるんですよね。でそれはすっごく勉強になるし、へーって思うことがたくさんあるんですけど、そのエコーを見ながら私があーかわいいとか、あー動いてるとか言っても、はいで次がこれがみたいな感じで説明に入るタイプって感じで、必要のないことは一切喋らないっていうタイプなんですよ。なんかねどっちの先生も全然違う良さがあって、私はそんな2人の先生にお世話になれて本当に恵まれてるなって思ってます。なんかね里帰り出産される方ってみんなそうだと思うんですけど、あの出産する産婦人科の予約って結構早めにしないといけないじゃないですか。里帰り出産だったらその病院に一度も行かずに電話で予約しないといけないみたいな感じだったんですよ。私は多分里帰り出産される方皆さんそうだと思うんですけどね、友達に聞いたりとかして選んだんですけど、なんか自分の目で見てないから大丈夫かなみたいな感じだったんですけど、いい先生にお世話になれて、うん、安心してお産迎えられるなって私的には思ってます。はい、そんなお話をしていたらお家に到着しました。あ、もう真っ暗、全然顔映ってなかったですね、ごめんなさい。はい、到着です。ということで本日も動画見てくださってありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。出産控えている方一緒に頑張りましょう。それではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。